じゃあそれで余地が全部後ろに行ったら何ですか。このゲーム名前を覚えます。ゆんのり。ゆんのりじゃないけど、ゆです、ゆ。もうけーこるこるゆんのり。くふきひいわきて、いわきて。おぉ、夜夜がもっとゲームは2つです。1歩目、1つ目ゴンギです。ゴンギ。でもこれサイコロダイス。あ、でもここはちょっとゴンギが不思議ね。ないもともとゴンギが粉じゃないのに。いや、ここをしてとりあえず最初、粉します、してあげたよ。一つは、うわ下手じゃった。あ、じゃあ、緊張しました。ちょっといいよいいよ、してみして。じゃあとりあえず粉します。わかるわかる。で、一つします。一つで、こうやってして一つあって、ありがとう。知ったかどうも。ちょっと待って、見せたい。見せたいよね、今日中に終わるかな。じゃあ、一つ。ちょっと待って、こうでしょ、方法だから、やり方。スローでもね。最初は、これします。入ります。レベル2は、2つ。します。レベル3。3と一つ。この後は、これ手上にします。こうして。ゴム跳び。それから私は2ポイント。そしたらさ、できるまでするの、それともさ、1回で失敗したら次の人がするの。パス？お母さんでも主張しています。え、だって、最初5個するんでしょ。で、1丁は1丁するのよ。もう、わぁ、ほんとできないね。え、だってちょ、今できなかったじゃん。どうも下手じゃない。おぉ、待て、5個よりは。おお。それで次が。次がもう一つ。おお。おお。どうしよう、どうしよう。おお。すごい。あんた。二個したら次はこれ。え？違う違う。もっと難しい。だから二番目からは投げる時も気をつけないと。ああ。なぜならこれして二個ですけど。あ、でもバカ一つこんなになります。で、そしたらあ、どうすればいいんだろう。で、バカたちはこれを食べますよ。そしたら、あららこんなにしないけどいい。高い高い。でも似てる。これ根気ができないもの。なぜかというと軽い。もともとは中に石があって重いです。だってお前石で小さい時。あ、これ、こんな感じね。ほら一個二個って動かして、親戚時代だね。じゃあ2番目のゲームです。これはゆんのりっていうゲームです。名前はゆんのり。うちのお父さんの名前ゆんのり。1点だったら1つ、2点だったら2個いく。でもそれをどうやって分かると、投げた時これが1つ、とうって呼びます。とうとう長め。これ2つだったらそれは何ですか。2つトゥー。何と思いますか。2つとうとうトイレやんけ。A です。なんて時計と呼んでください。時計。あ、それから3個は何でしょうか。3個。いい時計。4番目やさん。時計やさんじゃない。ゴルって何。意味はないんです。時計ゴル、これがゴル。じゃあそれで4番目なんですか。余地が全部後ろに行ったら何ですか。ひっくり返っただけやらに。このゲーム名前を覚えます。ゆんのり。ゆんのりじゃないか、ゆです、ゆ。あ、時計ゴルゴルゆんのり。オーケー、これゆんぬり時計屋さん、あちとお父さんがあります。じゃあ全部表だったら何と進まないんじゃない。あ、いや、これが一番高いです。何ですか。じゃあこれ名前何ですか。一番高いと思ったら何ですか。ゆんの次だから、ゆんの次。お母さんが何と思います。ゆんの上、ゆんの、これトーケーゴルユン。トーケーゴルユ、次何ですか。わもうです、もうもうトーケーユ。あ、トーケーゴルゴルユワ。あ、やばい。お母さん、とりあえず投げてみてください。とりあえずこれ。そうです、そうです。あらら、じ
ゃあこれ何ですか、これ何ですか、おあのあれ何ゲーゴルユウォもう、もう、一番いいものですね。ちょっとなら、お母さんが何個いたらいいんですか、ここで。全部じゃない、統計管理もう、ここ。じゃあそれなら、統計管理もうです。ゆと、もうは、もう一回できます。あ、もうだったら、もう一回できる。もう一回できます。でも、名前覚えるまでしよう。よし、これは何でしょう。と、おー。何や、100個。これは今、3個ですから。3個。と、おー。それをみんな見る私はこれくらい悲しかった。でも先生としてもうダメました。おー、これさ、はい、質問、はい、いつぐらいからあるの。엄청昔からあったでしょ。完全韓国一番伝統。正月とかそんなになくても、暇な時するゲーム、昔の人は。これは大体お盆とか。くふきひ、みんなが大変だったんだよ。知ってます、知ってます。朝起きてお兄ちゃんと喋ったらさ、早く言っちゃう、今何喋ってたの。で、何も喋ってないよ。いや、声が聞こえた。最初から言ってって。あの、志賀さんのさ、着物着こんなのしようよ、その時。そしたらさ、その次の日からさ、そろそろ栗子が起きてくる、黙っとくぞ。みんな伴奏するみたいな。山は毎日大きく天国、優しく天使。毎日朝こんな雰囲気いいね。びっくりしてさ、なんかな、お母さんなんか初めて来たじゃない、うん、韓国に来たっていう、それがさ、めちゃくちゃ味わえるような、うん、お母さんなんかこのアングル、冬のソナタみたいだね。音楽が出てこないんだけど。インジョンシフ君は今こんな感じです。足組んで寝てるね。朝ヒョニジョンでおまがずっと飲みたかったというものを買ってきました。初めてです。これっていつ見たの。空港で、コンビニとかでよく売ってあったから、うん、形もいいし一回飲んでみようと思って昨日そしたらドライブインでも人が飲んでたから、コーヒーとかさ、そういうのあるからさ、せっかく来たからさ。日本にこんなのがないから、ね、ありません。どうぞどうぞ。はい、ありがとうございます。薄かヨーグルトみたいなんじゃろかいとかさ、本当のバナナジュース、老若男女飲んでるよ。朝さ、バナナって体にいいからって言って、うん、飲むあれが分かりますっていうの。あのみんなも来たら飲んでください。え、これなんかみんな飲んでください。私はチェンシギのなんとかエイドです。なんだろうこれ、牛乳系かな。これパケ買いしたんだけど、可愛いから。振ってみれば。振った。ああ、値段も150円でしょ。あのテレビショッピングみたいな。いや結構お母さんの世代でも飲める。うー、お母さんが飲んでるんだから。出るまで、これは多分最後にみんながね、買ってみた。あ、テンションあるあるみたいな。お母さん何か買って帰ってください。息子、娘、キリ息子と一緒に住んでいきます。PR を頑張ってしてくれるね、ありがとう。ほ、うん、あれ、どうだっけ。ほ、これだよね、うん、おー、私天才じゃない。Uh-huh.